秋月城は福岡県朝倉市屋町にあった江戸時代の日本の城である、秋月神屋とも言う。城跡は福岡県指定史跡に指定され、本門と長屋門が県指定有形文化財に指定されている。鎌倉時代の1203年に秋月種男が古書山に築いたと伝わる古書山城山麓にあった秋月支宅所跡を利用して、1624年に、 黒田長公により気づかれた。秋月支宅所、杉本城は、現在の秋月神屋付近に、戦国時代に所在したとされるが、発掘調査等で確認されておらず、正確な所在地は、よくわかっていない。黒田氏による秋月城追記の際には、古書山城の廃材等も利用して建てられたという、福岡藩の市藩秋月藩の藩長であり、黒田氏が居城していた。 一筋に掘られた堀と石垣を築き二重倉や,や平倉をご基建て並べていた。明治時代に廃城となり、払い下げられた後、現在跡地には黒田長江を祀った水曜神社が建てられている。堀、石垣、裏門であった長屋門、旧本門である黒門が水曜神社の神門として移築され現存する。なお、黒門は、 古書山城の絡めて門を移築したとの伝承もあるが、江戸時代前期の建築と考えられている。秋月城跡に立つ秋月中学校の現役木造校舎現在、秋月城跡は、朝倉市立秋月中学校となっており、生徒が通う現役の木造校舎の佇まいは、城下町秋月のシンボルとなっている。ありがとうございます。